歴史フィールドファン対テーマディアネサンダーバース第14回戦の試合の模様をテーマしてあいいアイダル同士なんだなっていう、ね、だから今日なんかは坂口選手ねシーンバスカ見てみたところバスカーのハマスあハマスいいですねでハマはセカンドへツーベースヒットさあバントとっていやーアウト取って有限地どうですかアウトスリーアウトはいこれからサード根元取ってスリーアウトしかしこの回スワーテルファンズは1点してたねこのかなりポイントになるんじゃないかなというね外れてボール初球からパス弾いて、セーフ。ライト正面、さあ立ち合うか。まあちょっと今のはいけないですよね。変化球。うん。さあ打って、サード取って、さあだから。ノーアウト一塁だったんです。はい。うん。出てボール、ね、フォアボール、うん、来た、空振り三振アウトですねで、セカンドちょっと待って、俺ランナーの足がランナーが出て大事ですよね、と思いますね、はい、ヒット、決まった、初球からマシコの横抜けたセンター前ヒット今日2安打2アウトからランナーが出ましたハマしたそうですねアウトでした変化球見逃し三振、うんここねうん、ワンアウト左が初球変化球ライト前ヒットでも根本選手2番っていうのはいいかもしれないですねなんか相手チームはちょっと嫌だなっていう感じしますそうですね、まあ変化球を狙ってきたから、うん、あれあれさあ初球からセンター前ヒットランナー根本は一気に三塁へ、うん、でセカンド、うん、粘ってますね松永とこれですね、うん、のスライドして初めて投球でも内野まで入るそこが低い目を詰まったあたりライトに落ちましたライト前ヒットちょっとなっております横浜高校いい一塁連発ですかねでライトラインには三一塁ランナーはサードへさあ福井追加点のチャンスセンター前ヒットタイムリーヒット1点追加ネクストプレーで違うんですかね学園高校と別なんですか別なんですかねちょっと素人なんで思わずさあ打ってスタートティーバーカスに正面止めた、うん、スリーアウト対の表福井点追加で2対0という結果になりましたボールうんライト前セカンドでよく打てるライト前ヒットさあ今スタンドを可能性があるんですよね初球からさあマツコ来ましたかかと思うところしっかりと取りましたねうんなんていいこれ絡めきたいねさあここで下川ナイスボール見逃し三振ライトの手前ダイビングキャッチはしたが外れたその根元は一気に落とす空振り三振
ちょっと外した。ちょっと引っかかりましたね。引っかかりましたね。その間にランナーは進塁。見逃してもどうだったか、ちょっとどうですかね。どうでしたかね。おスライディングキャッチ、ナイスキャッチ、見逃し三振、外見逃し三振、連続三振でスリーアウト。バッターボックス、良い当たり、ナイスバッティング、レフト前ヒット。まずバッターに勝って、リベンジ、ツーアウト、二塁一塁。初球からアウト。さあ、センター前、飛んだ。そうだ。ランナーは、得点、セーフ。空振り。落ちるボールを。ねえ、ここは松田がヒット、軍配は上がります。ってなって。そうですね、そこで松原投入と。バット折れて、サード、根本、それは次の次なんですよね。まあそうですね。で、ファーストティー若すぎ、あーっと誰もいなかったですね。下、あーっと、デッドボール、やっぱり。そしてサード、セカンド、ポサード、これですよね。これが一番ね、もったいないんですよね。でも取って、スリーアウト、センターバウンドの攻撃ですが、ちょっともったいなかった、ね。もったいなかったですね。背番号19番を背負った野村が入ります。取って、スタート。はい、取って、ワンアウト。さあ、ファースト。あ、ベースに当たって。ですね。おっと、外れてボール。ちょっと反らしてますね。フォアボール。ストレートできましたね。応援団の前でここで1本よ。活躍までいく。ライトの頭を越えた。よし、追加。そして2塁ランナーも追加。まず応援団。大盛り上がり。ホチキ取ってスリーアウト。応援団の前で打ちましたね。素晴らしいですよね。とね、松本幸投手とね、この2人のいじり合いがね、すごくね、はい、この後の後のシーズン。空振り三振。でショート。レフト前。足元センター取ってツーアウト、外れてボール、ストレートの準決勝と M ゲンジ、セカンドにホップ、昨日はフック、外れてファーストね、ここでサンダーバーズがどう、空振り三振、ホールバッテリー外した、あっと外した、弾いた、やったい、おー取った、取った、よく取りましたね。それもありますよね。根本もね、いい取り、ポン出す、いやプロカーブ、最後はちょっと見せ場ありましたね。いや際どいところでしたけどね。はい、